皆さんこんにちは。今回は斑点間違い探しです。右のイラストを斑点させたのが左のイラストになっています。3箇所の間違いを90秒で探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。ナスの女の子のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目はこのナスが変わっていました。2つ目は一かけらなくなっていましたね。そして3つ目は口が変わっていました。2問目です。薬剤師のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は薬の向きが違いました。2つ目は指が変わっていましたね。そして3つ目は白衣のポケットがなくなっていましたよ。反転しているのでさらに集中力や観察力が必要です。それでは次に行きましょう。3問目です。ラジオ体操のイラストです。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。まず一つ目は、ここに草が増えていました。二つ目は、アンテナがなくなっていましたね。そして三つ目は、ネズミが反転していませんでした。鏡に映したようにならないといけませんので、難易度が上がりますね。4問目です。海水浴のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、雲が消えていました。二つ目は、ヨットが変わっていましたね。そして三つ目は、髪の毛が反転していませんでした。気づきましたか？5問目です。虫捕りのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、靴の色が変わっていました。二つ目は、トンボが反転していませんでした。そして三つ目は、木の位置が変わっていましたよ。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった人はコメントしてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。
概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは、無料の脳トレプリントがダウンロードできます。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。